で、いろんなバイクに乗ってきました、最初がヤマハの R1G っていう TZR のエンジンを、行動用に少し、ローギアードにした乗りやすいような、ね、2サイクルから始まって TW200E、 これがですね人気が出る前です、言っときますよ、人気が出る前の TW200E に乗ってました。当時私が、買うときにバイク屋さんから本当に買うのかっていうぐらいの感じで、私が買ったときはですね福岡県で月に1台売れるか売れないかぐらいのレベルだったらしいです。でその後ね、私がずっと乗ってて楽しんでた後に、なんだ、某何タクさんか忘れましたけどがテレビで乗って、まあそれで人気が出たんですけど、その頃私 TW のエンジン焼き付かせてしまって別のバイク乗ってました。でその中、その後ですねオフロードに傾倒したんです。でその時に買ったスズキのゼベル250っていうのがちょっとねーあまりにもひどかった。ゼベル200とゼベル120。ああ、やえだ、嬉しい、ありがとう、やったー、ゼベル200が、もういや、もうやえで、もう話どうでもよくなってきたな。やりたかったんすよ、これが。嬉しいなぁ。で、そのゼベル250。もともとね、当時、スズキには DR250 っていう、オフロードバイクがあって、そのエンジンのリファインだろうと思って乗ってたんですよね。ところがどっこい、低速トルクが全くないんですよ。何これ、ツーストの125のがよっぽど低速トルクあんじゃんっていうぐらいの、しょっぽい低速トルクで、って、これでオフロード走れんの？で、ライトがでかいから、フロントヘビーなんですよね。で、前が重たいっていうのは、オフ車にとっては致命的ですよね。できるだけフロント荷重を抜くかっていうのが、まあ、全部全てのバイクにおいてそうかもしれませんけど、そういうことになるので、コーナリング中だけはフロントに荷重かけますけど、基本的にはフロント荷重を抜いた方がいい。特にアクロ走行に関してはフロントタイヤが取られてしまったら終わりですからね。まあそんなのがあって、ただ、DR じゃないゼベル200と125っていうのはもう名前忘れちゃいましたけど、別のベース車両があるんですね。それはもうスズキのSX だったかな、ね、長いことあった伝統のバイクで、要は250だけが新規専用設計みたいな感じだったんですね。だからまあ低速がない。 でもね今考えるとあれツアラーだったんじゃねえかなと思ってます。ガチでオフ走るときだけバハの真似みたいな感じのライト、バハ2等ですけど1等だったんですけどね。そういうので本当に私の勝手な思い込みで二度とスズキには乗るまいって思いましたけどね。で、まあ、その後、私の諸先輩方とかの協力とか、あとバイク屋さんがですね、もうちょっとね値段言えないぐらいの金額で、びっくりするぐらいの金額で CBR250WR っていうのを売ってくれたんですけど、そのバイク、ああなるほど、4気筒のうち1気筒死んでましたね。トライアンフかっていうような3気筒だったんですけど、まああんな老けの悪い CBR は初めてっていうぐらいのレベルですねに乗ってました。でそこからですね、大型免許をお金で買いまして、っていう言い方悪いですね、教習所通いましてお金で買って、で、何を土地狂ったか、ハーレーダビッドソンスポーツスター買っちゃったんですよね。まあ、くっそ高いですよ。ああもう何もかもが高い。オイル交換もその辺のオイルでいいじゃねえかよって思うけど、ハーレー純正オイルを入れてくださいじゃないと壊れた時に責任取りません的な強気な態度なんですね。でオイル交換 883cc のバイクで1万5000円ですよ、エレメント変えずに。もうバカにしてんのかぐらいの、まあ面白かったけどいいんですけどね。でその時の、ハーレーのショップの店員さんの、殺し文句が、今までとは違った世界が見れますよっていうことだったんですよ。まあ、要は低速で走って面白い、低速で走ることを目的としたんだよって言ってたんですけど、
ああ当時の私はですね、なんていいこと言うんだこの人ぐらいの感じで、感銘を受けたんですが、まあよく考えたらね、どんなバイクでもゆっくり走りゃいいじゃねえかって話なんですけどね。まあでもハーレーはね本当に好きだったです。ハーレーが好きっていうか、スポーツスターの 883cc、 いわゆるパパさんってやつが大好きで、なんて言うんだろうな、全部鉄のパーツなんですよ、こだわりで。で、フロントブレーキですとかフロントフォークとかいう各部はね日本からの部品提供なんですけど、ハーレーダビッドソン社の命令で、鉄以外は使うなと。いやどうなんて。で880cc のネイキッドバイクってですよ、乾燥重量が250キロを当時超えてました。いや重てえだろう、乾燥重量で250キロを超えるっていうことは通常がだいたい300キロぐらいっていうことですよ、プラス私の体重ですから、これはねちょっとねどうなんていう気がしましたね。でもまあ楽しかったです。四国もね行ったりとか、いろんなとこにツーリング行った思い出があります、本当にね。でまあそれもちょっとね、やんごとなきっていうのは違うな、どうしても手放さないといけない状況に追い込まれて、泣く泣く手放したんですよ。で一切合切もうなんか諦めモードに入ってた時があったんですけど、まあねそういう時期もありましたよ私も。ところで俺道間違ってねえかな、相変わらずだなおい、ちょっとどっかでチェックしよう。いや間違ってない、来ました、目の前に来ました、油木ダム。うん、ちょっとねダムの上に行こう。いや緊急事態ですよね、この海で楽しむ気には多分ならねえと思うぐらい多分悲惨な状況じゃないかと思うんですよ。うわちょっと安全運転を意識してすごい気の抜けた走りになってますけど、まあたまにはいいでしょう。やはりかなり古いダムですよね、うん、先日訪れたイラハラダム、それから、ヤバ系ダムに比べるとかなり古いと思います。全面通行止め、迂回路、いやちょうどいいんですけどね、私にしてみたら。よいしょよいしょ、油木ダムです。